皆さんこんにちは、吉成です。今週僕一つも動画撮影ができず、本当にめちゃめちゃ忙しかったのと、ちょっといろいろ家庭内でも事件が起きたので動画を出せないっていうことを思ったので、ちょっと今日我が家で起こった吉成的ニューストップ3を話したいと思ってます。なるほど。第3位、前にも少し動画で話したんですけども、ビコールでヤギを飼ってるんですけども、今そのヤギ、あっぺん、ちょっと待ってください。 It's melted already。 はい、そのヤギ今18匹いるんですけども、18匹順調に増えてきてるんで、おかげさまで仕事の方もだいぶ忙しくさせていただいているので、まあ、今はまだ今まで仕事なかった分カバーしてるんですけども、9月10月ぐらいには少しだけお金ができるかなと思ってヤギを増資しようと思って、今10匹メスのヤギを買おうかなと。そのヤギ管理してくれてる僕の知り合いがいるんですけども、ヤギを増資したいっていう話を持ちかけたんですけども、今飼ってる18匹で少し今問題があると。でその問題は何か、隣山なんですけども7ヘクタールあるらしいんですよ。まあ、僕はその土地持ってるわけじゃないし、その管理してる人たちの土地でもないんですよ。その土地持ってる人が使っていいよって言ってるんですけど、その広大な山7ヘクタールのなんか端までヤギが行っちゃうと、ヤギが増えたらこれ管理が大変だということを言われました。まだ1ヶ月半あるんでどうしようかなって話、これが3位です。2位は今ちょっとここ動画貼り付けるんですけども、シャメがプランティングを始めました、自分で。You know how to planting now? Yes。 第1位、嫁と嫁の妹ポリットが喧嘩をして、火曜日から4日ぐらいポリットが職場放棄をして子供の面倒を見ない、何もしないと。で外のたまに撮影で出てくるソファーがあるんですけど、そこでずっと横たわってると。そういうことがありまして、まあ初め具合悪いのかなと思ってたら、くだらないこれ買ってきて、携帯をいじっててすぐ買いに行かなかった、そんな話で揉めたらしいんですけども、やっぱり双子の赤ちゃんが面倒見るの嫁だけでやっぱり大変なんで、そうなると僕もやっぱり手伝う、やっぱりというかポリって言っても手伝うんですけども、いない分手伝いの比重が多くなるんですよ。なのでだいたいもう9時から9時から1時ぐらい、1時半ぐらいまでは僕が赤ちゃんを見てると。で2人いるんで、だいたいあやしつけるのにあやしてミルクあげたり寝かせたりで1人30分から1時間かかるんですよね。それが1人終わったと思うともう1人泣く、そんなことが火曜日から昨日までありました。でただその中でフィリピンの面白いところなんですけども、フィリピンごめんなさい言わないんですけども、悪いことがあって謝る気持ちを出したいときって何かを買ってあげたりだとか料理を作ったりおもてなしをするんですよ。で今回本当に僕ちょっと良かったなっていう、この大変だった中にもあったのが、31日昨日ですよね、昨日給料日だったんですよ、ポリットの。僕らがやってる仕事を手伝いして、でそのお金をポリットがもらって、それでフィッシュボールを買いに行ったと。でそれを嫁じゃなくて服と社名に賄ったっていうことがあります。服のトーマス。これやってよかったと思うのは、仕事を
する環境を与えてよかったと。でそうすることによってお金が入って仲直りができたと。昨日仲直りしました。で今日から普通に動いてるんですけども、今日の朝もちょっと、まあ、僕も様子見ようかなと思ったんですけど、ちょっといい加減にしてほしいと思ったんで、もうこのままだったらもう田舎に帰らせろと。あの見てるのもやっぱりイライラしてくるんで、もう大変ですよ。あの口聞かないですし、ふてくされてもう何にもしない、引きこもりじゃないですよね、外こもり。こういうことをきっとフィリピンではあるんで、皆さん経験されている方もいらっしゃると思いますし、もし移住を考えている方は家族間のトラブル巻き込まれると思いますので気をつけてください。良くも悪くもそんな1週間でしたね。僕こんなつまらない動画で申し訳ありませんが、なんとなくどんなことが起こったかをお伝えしたいと思い動画を上げさせていただきます。それでは皆さん、さようなら。